はい、ただいまですね、今日ご来場の皆様方に今鈴木さん、みつさんご自身で、ご挨拶がてら皆様のところを回ってらっしゃいますので、ぜひですね温かいお声をおかけいただければ幸いでございます。さあ、こちらの特設ステージ、私どもの会津キャンペーンクルーの白虎隊演舞、女白虎隊演舞をご覧いただきました後に、天然獅子保存会の皆様の獅子舞をご覧いただいたり、そしてですね大変、素晴らしい古武道とも言えます宝蔵院流高田派槍術の槍術演舞もご覧いただきながら、そしてただいまはこちらもまた、伝統的な詩吟のご披露、新風流東北画風吟遊会の皆様方のお披露目がありました。さあそしてですね、続いては鈴木みちと杉本バッハのミニコンサートと続いてまいります。ただいま舞台上で準備を進めさせていただいておりますので、皆様には今しばらくお待ちください。こっち来い、ダメだな、つろん行っちゃって。これからのステージはですね、鈴木みちさんと杉本バッハさんのミニコンサートということなんですが、今ちょうど鈴木さんご自身が今日お越しくださった皆様にということで、今ちょうど芝生の広場の方でお出になりまして、皆様にご挨拶ということで回ってらっしゃいます。どうぞですねお近くに参りましたら温かな声援をおかけいただければとっても嬉しいです。さあそろそろですね、こちらの舞台上の準備も整ってきつつあるようでございます。今日はね、この鈴木さんのライブも楽しみに、いらしている方々もきっと多いと思いますよ。パーソナリティとして FM アイズのベコラジのパーソナリティも務めていらっしゃいますので、きっと地元の方々の、佐藤です。あ、どうもこんにちは、佐藤さん。よろしくお願いします。はい、さあ頑張って、そろそろこちらの舞台準備の方も整ってきつつあります。ありがとうございます。 YouTube に上げちゃうよ。待ちしてました。
Oh,
もありがとうございました。